あの頃、俺はひたすらに迷い、焦り、自分自身に憤りと失望を感じていた。リン、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 リンさん、リン、リン。それほどまでに眩しかったのだ。七組のみんなと学院の仲間たち、厳しくも温かい教官や先輩たちや、実習を通じて知り合った各地の人々、共に過ごした彼らとの青くみずみずしく全てが輝いていたような日々が、だがそれは一発の銃声とともに終わりを告げた。言わせるかよ。灯された火は瞬く間に燃え広がり、途方もなく大きな炎へと変化する。見事だ、シークロアームブラスト。ささやかで、そして何者にも代えがたい、これからも続くはずだった俺たちの時間。響け響け、とこしえに。夜のしじまを破り、すべてのものを美しき世界へ。大切だった何もかもを飲み込み、すべてを灰と化してしまうかのように。俺の本分は C、 学院生クロウアームブラストはただのフェイクさ。その時の俺はまだ何も知らなかったのだ。共にある喜びも別離の悲しみも、誰かを愛おしく思うことも、届くことのなかった思いと己の無力さに苛まれながら、ただひたすらに燃え盛る炎に抗い続けていた。ここは、俺は一体、確か今まで戦って、夢？そんなわけないでしょ。ようやくお目覚めね、リーン・シュバルツァ。君は？あいにくだけど、これは夢なんかじゃない。過酷で、冷酷で、残酷な、嘘も偽りもない現実よ。グズグズしている暇はないわ。ケルンが傷ついたことで、彼はしばらく動けない。まずは自分の身を守ることを考えなさい、ハイノライザー。
愛のライザー、何を言ってるんだ。いや、説明してくれ。一体何がどうなっている。その巨大な人形は何だって言うんだ。そもそも君は一体説明するから落ち着きなさいっての。あんたは選ばれたのよ。古より伝わる大いなる力、その一端にね。大いなる力。そう、帝国の古い伝承の一つ、大いなる騎士の由来となった存在。時に最悪を退けて人々を守り、時に全てを破壊し支配する者。彼はその一角、灰の騎士と呼ばれる者よ。灰の騎士バリマール。そう、あんたはすでにその名前を知っていたはずよね。そして貴族派という勢力にはそれとは別の力が伝わっていた。青の騎士オルディーネ、あんたが挑み敗れた相手よ。わけがわからない。みんなどうして。クロ、私もすっかり騙されたもんだわ。まさかあのお調子者が青の騎士のライザーだったとはね。しかも相当乗りこなしてたし、これも執念の賜物ってやつかしら。おい、起きてくれ。俺の言葉が聞こえているんだろ。俺をトリスタに、みんなのところに返してくれ。今は無駄よ。言ったでしょ、あの戦闘でケルンが傷ついたって。おまけにこんなところまで飛んできて完全に力を使い果たしちゃったの。初めての動機で消耗しきったあんたの回復を優先したみたいだし。ここはノルティア州の北方、アイゼンガルド連邦の一角か。よくわかったわね。さすが山育ちなだけはあるじゃない。って、どこに行くのよ。どうやら一通りの装備をなくしてしまったみたいだな。魔獣の気配もある。気をつけて進んでいくとしよう。
敵発見、撃破する。行くぞ。戦闘終了。先に進む。士官学院はみんなはどうなったんだ。ちょっと待ちなさいよ。とにかく急いで士官学院に戻らないと。このまま進んでいけば峡谷を抜けられそうだな。ねえ待ちなさいってば。あんなところに彼を置いてくつもり？なんとか言いなさいよ。ひょっとして怒ってるわけ？別に、こちらの意思を無視して勝手なことをしてくれたと思っているだけだ。あの場合は仕方ないでしょ。あそこで離脱しなきゃあんた確実に死んでたわよ。下手すれば彼まで失うところだったんだし、感謝してほしいくらいだわ。もういい。とにかく一刻も早くみんなの元に戻らないと。このまま尾根伝いに降りていけば街道に出られるはずだ。無駄だと思うけどね。あれからかれこれ1ヶ月は経ってるし。なんだって？バカなことを言うな。そんなに経っているわけが。だから言ってるじゃない。いい？初めての動機であんたが消耗しきっていたの。それこそ下手すれば命に関わるくらいにね。なそれをたかが一月程度で歩けるまでに回復できたのは彼、肺の鬼神のおかげ。わずかに残っていたマナを全部あんたの回復に当てたのよ。ちなみに私も付き合ってあげたんだからね。お礼を言われるならまだしも恨まれる筋合いはないっての。そんな、あれから1ヶ月だって。それじゃあトリスタは、士官学院のみんなは一体。あ、ちょっと敵発見、撃破する。俺の番だな。よっ、参る。はっ、戦闘終了。先に進もう。しなさいよね。敵発見、撃破する。
俺の番だな。俺の番だな。戦闘終了。先に進もう。ねえ、ねえってば。はっ、参る。今更だが聞いておく。君は一体何者だ。どうしてそこまでいろいろなことに通じている。まさかこの後に及んで普通の猫とは言わないよな。そういえば言ってなかったわね。私はいわゆるスカイマってやつよ。ヘクセンブリードをサポートし使命の手助けをするね。魔女、帝国に伝わる伝承の一つか。大いなる騎士といい、まるでおとぎ話の世界だな。事実は小説よりもってね。まあ信じたくなければ別に構わないけど。こうして話までしている以上、今さら疑う理由もない。要するに君のご主人エマは魔女だった。つまりはそういうことか。まだまだ新米だけどね。それとどちらかっていうと私の方がお目付け役ね。事情があるのはみんな薄々察していたけど、委員長が魔女、突拍子はないけどしっくりくる言葉ではあるな。ん？いや、なんでもない。とにかく先に進もう。マイル、ミノス、ハヤテ、俺の番、行くぞ。会長や他の生徒も無事だといいが。帝都にいたエリゼ、皇女殿下やオリバルト殿下たちも。マイ、俺の番だ。俺の番だ。俺の番だ。早く。とにかく。俺の番だな。あ、はい、行くぞ。行くぞ。行くぞ。あ、はい、マイ、行くぞ。早く。
ここは。やっぱり見覚えがある。以前ユン老師に連れてきてもらった場所だ。それって確かあんたの剣の師匠っていう？ああ、ユン・カーファイ老師、八王一刀流を開いた剣仙とも呼ばれる人だ。この辺りは5年くらい前に老師に修行で連れてこられた。俺の故郷ユミルから数時間ほどの場所だったはずだ。よかったわね。なんとか日没までに人里にたどり着けそうな感じじゃない。ああ、急いで向かおう。到着したらすぐにでも状況を確かめてみないと。この地響きは、この気配、近づいてきているのか。まさか。知っているのか。暗黒時代の魔導のゴーレム、凄まじい戦闘力を持っているやつよ。どうしてこんなところに。一旦逃げるわよ。生身で戦って勝てる相手じゃないわ。そうかもしれない、だが引くわけにはいかない。あんたね、ただでさえ本調子じゃないでしょ。そんなのは知ったことか。ここを乗り切らない限りみんなのところには戻れない。だったら全力で立ち向かうまでだ。さあかかってこい。行くぞ。行くぞ。青き炎よ、我が剣に集い。はあ、チャンス。俺の番だな。マイマイ、せい。行くぞ。行くぞ。聞いていないのか。クソ、あと少しでユミルだって言うのに。あー、もうだから言ったでしょ。下がりなさい。セリーヌ。やらせるかよ。これってオーバルアーツ。くらえ、エクセックルサイド。
なんとか間に合ったみたいだな。とにかく無事で何よりだ。ええ、本当に急いだ甲斐がありましたね。リーンさん、お怪我はありませんか？アルフィン殿下、トバルさん、それにリーン兄様。大丈夫ですか兄様？こんなに憔悴しきった様子で。この子はエリゼ。嘘みたいだ。まさかこんなところで会えるなんて。兄様、今は喋らないでください。手当てをしてからすぐにユミルへ。よかった、本当に無事で。でもどうしてここに？その時、薄れゆく意識の中で俺の脳裏には声が響いていた。鋼鉄のように重々しくも、どこか懐かしい呼び声が。それはまさしく俺を運命の螺旋へと誘っていたのだ。何時力を求めるか。